ある場所の、えー、ある日の気温が数度上がったり下がったりするのは普通じゃないですか地球の平均が数度変わるっていうのは大変なことなんですよこんにちは気候変動の専門家のエモリー聖太です、えー、今日はワイヤード・ドット・ j p の YouTube コミュニティと Twitter に寄せられた気候変動に関する質問にお答えします This is 気候変動サポート 最初の質問は ZXCVMNB さんありがとうございます、えー。よく温暖化は生物に害だと言われます。しかし寒冷地帯より熱帯雨林の方が多種多様な生物がいるように私は温暖化によって生物はさらに多様化するような気がします。なぜ地球温暖化は生物に害と言われるのでしょうか、えー、一つにはやっぱり温暖化のスピードが速すぎると、えー、いうことだと思います。えー、生物がですねその温暖化していくと自分の一番居心地のいい温度のところにいたいと思ったら 動いていかなくちゃいけないわけですね同じ温度の、えー、その地域というのは温暖化していくと井戸が高い方に動いていきますあるいは山の高い方に生物はそれに、えー、ついていって、えー、動いていけば一番横口がいいわけですけれども、えー、温度の変化のスピードが速いと生物が、えー、移動するのがそれに追いつかないどんどん動いていったときに一番、えー、極域にいる これ以上ですね、もう極には行けないよっていう、まあ、例えば北極キマだとか、そういう生物にとっては特に困ったことになると思います。温暖化はですね、スピードが急なので生物に害があるんだと思います。タキさんありがとうございます、えー。温暖化によって海面水位が上昇して海の面積が増えたら、海の生き物にとっては良いことなのでしょうか。温暖化すると海の生き物にとってはいいことじゃないですよね。温度が熱くなって、えー、それによってその… ダメージを受ける海のの生き物っていうのはいうはますし海が CO2 を二酸化炭素を吸収すると酸性になりますので貝であるとか炭酸カルシウムの殻を持つような生き物っていうのはダメージを受けるし海は表面から温まるんでそうするとかき混ざりにくくなってそれで酸素が入りにくくなってそれがまた海の生き物にダメージを与えますので残念ながら温暖化によって海の生き物には良いことはないと思います。 一般的な大根おろしさんありがとうございますどうして気温が数度上がるだけで極地の氷や生物の生活に大きな影響が出るんですかそんなにデリケートなのということですけれども気温がそのある場所の、えー、ある日の気温が数度上がったり下がったりするのは普通じゃないですか、まあ、数十度、えー、夏とか冬とかであの変わるじゃないですかだから数度って大したことないと思うかもしれないんですけれども地球の平均が数度変わるっていうのは 大変ななことなんですよでこれ例えばですねその氷期とか氷期で世界の平均気温ってたかのは何度違ったかこれが実はですね6度ぐらいなんですよねで氷期って言ったらこのですねカナダとか北欧のあたりがグリーンランドみたいな氷があってで海面が1 2 0ル低かったとその時が今と比べて6度低いだけなんですよ世界平均気温だと。 なので世界平均気温で1度とか2度上がっちゃうっていうことは結構大変なことなんだっていうのがわかるんじゃないかと思います世界平均気温が数度上がるのは大変なことです TK さんありがとうございます地球温暖化ではなく極端化が進んでいるとは本当ですかこれはですね極端な気象現象は増えてますよねあのまあ昔から例えば熱波とか大雨っていうのはあるわけですけれども今地球が温暖化その 平均的に気温が上がっていることによって熱波のパターンの気圧配置になったときに、えー、温暖化している分だけより極端になるで大雨が来たときに温暖化している分だけ水蒸気が多いのでより極端に大雨を降ると、えー、あるいは逆にですね、えー、と極端にその地面が、えー、蒸発が増えて乾燥して極端な干ばつになると、えー、いう意味では、えー、極端な気象っていうのは増えてます、えー、まあ極端に強い台風が来るとかですね でえっ、ー、とですけどこの地球温暖化ではなく、えー、極端化っていうふうに言われちゃうと極端に温暖化するところも極端に寒冷化するところもあるのかなみたいな、えー、イメージかというとそれは違うと思いますね、えー、基本的には地球は温暖化していてでその結果極端な気象現象が増えています、えー、次はフェントさんありがとうございます地球温暖化により、えー、適正温度の関係で今後作るのが難しくなる作物などはありますか 温暖化するとさ、まあ、にえす。農家がいろいろとその品種改良したりですねあるいはその気候が変わってきたら今までりんご作ってたんだけどみかんができるようになったとかみかん作ってたんだけどマンゴーができるようになったとかいろいろ産地を変えたりとか品種を変えたりとかして農業っていうのはまあ続いていくと思います。だけどあの結構これから難しくなるってよく聞くのはですねチョコレート。 のカカオっていうのが微妙な温度と湿度で、えー、と栽培されているので,で温暖化すると、えー、結構ピンチなんじゃないかと、えー、それからあのコーヒー豆ですね、えー、コーヒー豆も美味しいのは結構ピンチなんじゃないかという話をよく聞きますね、えー、今後ですねチョコレートとコーヒーは作るのが難しくなるかもしれません志保さんからですありがとうございます、えー、実際最近の気候変動がどれくらい地球にとって悪いことなのか知りたいです そもそも人間が原因なのでしょうか大昔に氷河期があったように気候変動は割と起こるのじゃないのと思ったりすることもありますそもそも人間が原因なのかどうかグラフでご説明したいと思うんですけれどもこれはですね世界の平均気温過去百数十年ぐらいですねでこの黒い線が観測データで最近数十年はこういうふうに上がっているのがわかります でなんでこれ上がっているのかというのをコンピューターでシミュレーションした結果と比べているんですけれども人間活動の影響を入れてて計算するとと同じように上がっていくとでもしも人間がなかったらですね人間活動の影響がなくて太陽活動とか火山の噴火だけの影響だとこのようにですね緑のようなあの結果になって全然この観測されたように上がっていかないというわけですね。ですので人間活動が原因でこのように上がっているということは疑う余地がないと。 いうふうに言われてますでもちろんですねもっと遡るとおっしゃるようなまあ氷河期氷期というふうに言いますけれども氷期寒氷期という変化をしてたりするわけですけれども地球はですね過去1万年ぐらいは非常に安定した気候でしたでその上に現在の人類が文明を築いているわけですねその安定した中で人間があの非常に急激に温度を上げてきてしまっているので地球にとっては悪いことなのかわからないけれども人間にとってはとても困ったことが起きていると 言えると思います。ですので、えー、そもそも人間が原因であって、えー、それは人間にとっては悪いことだと思います。えー、次にメガネさん、ありがとうございます。えー、近年の気候変動はち、えー、地球の地軸がずれているからなんでしょうかということなんですけど、これ地軸がずれているっていうふうにですね、書いてあるの SNS とかで結構見るんですよね。で、これただ僕はですね、そういうあの少なくとも論文とかに探して、えー、と見つけられませんでした。 でこれはまあちょっとどっからそういう話が出てきてるのかわかんないんですけれども、ただ地軸がずれてるっていうえっ、ー、と感じの話があるのは、えー、実際にですね、あの地球の、えー、南極の氷が減ってますでそれによって質量の分布が変わってで地軸が動いたとこういう論文は出てます。地球温暖化の人間が起こした地球温暖化の結果、えー、氷の分布が変わって地軸が動きましたよとでまあそれもま数メートルの 話ですのでそれが原因になってあの気候変動するみたいな話ではありません地球の地軸っていうのは、えー、人間が起こした温暖化の結果、えー、ずれてるっていう研究はありますけれども、えー、人間じゃなくて地軸がずれたから気候変動が起きているというのはデマだと思いますはい次田中さんありがとうございます日本から四季がなくなる日は来ますかと これですねよく言うんですけどなんか夏と冬しかなくなっちゃうんじゃないかみたいなあの感覚の方がいらっしゃるかもしれませんけど基本的には僕はやっぱりその、えー、と冬が寒くて夏が暑くてでその間に春と秋があるっていうのは基本的には同じでそれが全体的に温度が上がっていくというイメージだと思います。でそうすすするとですねね、えーまあ、春は早くなります、ねえー、つまり桜の開花はどんどん早くなってるじゃないですか。 それから秋が遅くなる紅葉はどんどん遅くなっているじゃないですか。ですのでもしその間が夏だと思うと夏は長くなっていって冬は短くなっていくみたいな感じかと思いますけれども基本的にはですねその季節の移り変わり自体はこれからもあるかなと思います。ですので温暖化しても四季がなくなるということはないと思いいます腰がが痛いよううさんありがとうございます。 温室効果ガスが温暖化の原因と仮定した場合そのガスをダイソンの掃除機みたいに一気に吸引して分解することはできないのでしょうかこれですね、まあ、実際やろうとしてますあの二酸化炭素をですね大気からどんどん吸収して地中に封じ込めてしまおうと1 0 0 0ーぐらい穴を掘ってですねそこに高圧で CO2 を注入して地層に閉じ込めるということは、まあ、技術的にはもうすでにできますし そういう研究っていうのが進んでます。大気から吸収するのはいろんなやり方があるんですけど、植物で光合成で吸収するやり方とか、もうもっと化学反応で直接的に吸収してしまうということもあるんですけれども、いずれにしろ、まあそれはあのコストがかかる話でありまして、わざわざ大気から吸収するのっていうのは結構大変なわけですよね。エネルギーもかかります。今までのように温室効果ガスを えと出しっぱなしにしてそれで吸収してやろうっていったらこれはあの温暖化止まらないと思いますで温室効果ガスの排出を基本的にはどんどんゼロに近づけていってさらに吸収をすることによって温暖化を止めるのを早めるということは実際に取り組まれています大気からあの温室効果ガスを吸収するっていうことはできますけれどもそれだけに頼るわけにはいかないはいこれ最後の質問ですえー、ヨンウさんですかね はい、ありがとうございます、えー、専門家が今一番期待している注目している気候変動に関する技術は何ですかということですけど僕は実はですね、えー、一番期待しているのは、えー、太陽光発電風力発電電風力それから蓄電池ですでそんなのもうこれまでもうもうあって使ってるじゃないかと全然新しい話じゃないじゃないかと思うかもしれないんですけれどもその通りなんですよ。えー、だけどどどこれが今どんどん安くなっていっててい それでさらに次世代のです、ね、効率が良くてさらに安いものが出てくるともう本当にこれが大量にに増えていいくというフェーズに入ります今化石燃料で発電しているあるいはエネルギー燃料とかにしているというものを、えー、ボリュームでですね、えー、とその多くの割合を置き換えるものっていうのは基本的にはこの普通の太陽とか風力とかの再生可能エネルギー。 えー、そしてバッテリーで,ですね、それを調整しながら使うということだと思うんですよね。僕が一番期待している、えー、技術っていうのは再生可能エネルギーとバッテリーがさらにどんどん安くなっていくことです。えー、技術の話をしましたけれども、僕はですね技術もすごく大事なんですけれども、まあ他にも大事なものがあると思ってます。それはあの人々のですね認識の変化。 例えば今は大量生産大量消費大量廃棄っていうのが当たり前で結構エネルギーとか物質を資源をですね、まあ、浪費するような世界になってるわけですけれどもでそれがあの常識であるままだとどんなにそれをです、ね、再生可能エネルギーとかで置き換えていっても追いつかないかもしれないということは考えなくちゃいけないと思います。 技術も大事だけど、人々の認識の変化、それから社会の仕組みの変化、これがやっぱり大事だなということを皆さんもですね考えていただけたらと思います。